はい、皆さんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回はスーパーナチュラルプレイしていきたいと思います。このゲームなんですが、ワイアット刑事はメイドの失踪を調査している時に身も凍るような謎に直面します。全ての影が潜んでいる恐怖を隠しているお化け屋敷をナビゲートする時に不吉な秘密を発掘してください。ちょっとむずいか。とりあえずワイアット刑事がメイドの失踪を調査するってことでいいね。その間になんかいろんな不思議なことが起こるみたいですね。このゲームね、以前プレイしたスーパーノーマルというゲームの続編ってことでいいんでしょうか。そしてこのゲーム、声の音量に対応してまして、でかい声を出せば出すほど恐ろしい目に遭うみたいな、とんでもないですね。早速プレイしていきたいと思います。ケミチを落とせば一回の絵、怖いこと書いてる。怒ったことは全て元に戻ります。このようにデザインしたのは肝心な場面で恐怖を避けられないようにするためだ。うわぁ、約2時間で幸運を祈る。いやぁ、まあまあ行きますか。経験を積む、行くか。Detective Wyatt, man, I can't believe I'm talking to you. I've been a huge fan of your work, especially that. 特に坂本の警察そうだ。坂本うんちゃらってやつはスーパーノーマルの話ですね。奇妙な状況が起きていて夜も眠れない。何が起きてんの？うわ、リアルだね。誰が寝てんのこれ？ワンちゃんだ。スーザン。妊娠中の婚約者ケイリーと私の家事を手伝ってくれてた。なるほど。彼女は事実上家族。家のすぐ隣に住んでる。1週間ほど前彼女は姿を消した。電話にも出ず、いつもの時間も欠かした。でかいって。1週間も行方不明か。確かに、消えるまでに。彼女は奇妙な行動を取り始め、私たちを別の名前で呼び、奇妙な曲を口ずさんだ。ケイリーは本当に怖くなった。彼女は少し両親のところに行った。帰ったんだ。スーザン夫人を放っておけなかった。認知症か何かかと思ったんだ。なるほど。調べてもらえますか、刑事さん。わかった。うまくいけば数時間後に戻った時にはまだ寝ているはず。おまちゃん？まあ、あんちゃん可愛いから大丈夫だよ。おう。いやー、ちょっと金欲しいけどな。彼女はあなたたちに、二人にとって、まあそうだよね。家族って言ってたもんね。特にこの家を買った後では私たちは大したものを持ってないけど、スーザン夫人は私たちの全てなんだ。めちゃめちゃ仲いいんだね。OK です。何か分かったらすぐ連絡するわ。うわ、手がかりの調査から始めるか。うわ、ちょっと、天気終わってるな、これ。これはお前処分しとけよ、普通に。どう開閉するときは。マウスでね、OK。手がかりを探す。でも、この家。で失踪したってこと？なんかあるかな、手がかり。照明のオンはスイッチで。本当だ。何か手がかりのようなものありますかね。2階とかどうだ。うわー、いい家だな。うわ、何これ。趣味悪っ。これやめた方がいい。なんだこの画面。意味がわかる。え、どこからだ。何。ここか。これなんだこれ。うわー、この何この。 Not now. まだか。パソコンのさ、背景ちょっと、攻めてんな、あのマーブル。おお、言ってた。
背打ちでもすんどんかこれ。おお。あ、カメラを動かして手がかりを見つける。調べるにはズームボタンを押し続ける。これか。子供が犠牲…うわ、なんかあるわ。誰が描いたのこれ。この前はね、あの父親の娘がみたいなね、事件に巻き込まれたみたいなこと言っといて、実はみたいなあれだったよね。何なんこの子供。二人ぐらいしかでもね、なんかその彼女と彼氏とみたいな、さっきの夫婦とね、その家政婦さんみたいな人しかいないんじゃないのって話だったけど、子供は開かないか。電気つけれた普通に。何これ。子供の超音波検査。ああ、なるほど。お腹のね。はいはいはい。なんか書いてある。How? どのぐらい待てばいいですか。いや、どんだけ待ち望んでんだよ。ここにもなんかあるわ。これも超音波。これも。確かに。あの二人となんか関係してんだろうな。今回の事件。うわ。調子悪いな。他に何か奇妙な点あるか。うわー、なんだよこれ。そんな露骨にある？あんな電気関連のやつ。汚れた皿。これ何？この焼け跡下手すぎじゃない？ちょっと。え、まただ。そこっち行ってないの？ああ、え、待って、これ何？うわ、ごぼう製？あ、ここにもあるじゃん。至る所になんかこうおもちゃあるな。なんかあるわ。何これ。なんか、え、手紙みたいなのいっぱい落ちてるね。ファイナル、なんか最終勧告みたいな。支払いに困ってたとかかな、何かの。こんないい家住んでたらな。雷やめても。なんかあるか。電話。お、銀行からの自動メッセージ。住宅ローンのお支払いが 95,331 ドル。うわ、やば。この未払い金を精算することが急務です。うわ、これは完全に金に困ってる。なるほどね。うわ、闇深くなってきたな。来てたもんな、さっき。最終。え？なんだ、あれ。Look up。あんなあった？え？消えてる。後戻りはできない。え、契約したことに向き合わなければならない。え、何このタイミングで。え、契約とか言わないで。あの PC いじれるかな。
うわぁ！なんの音これ？パソコンか。はいはい。No fucking way. 何？おい、うわぁ、もうええって。前もやったわ。パスワードを忘れですか、ね、ケリー。もしあなたが何度目からコンピュータパスワードを忘れたら、あなたのおもちゃのフィギュアを家のあちこちに散らかしておいた。ああ、はいはい。その箱にあなたのログイン名とパスワードのラベルを貼っておいたわ。最初にチキンスキー、次にカウスキー、その次にラビスキー、ログインはシャークスキーから始まり、最後にキャットスキーとなる。パスワードはフィッシュスキーから始まり、テディスキー。お、うるさいな、おい。ちょっと待って、これ何の音これ。うわー！なんで？ちょ、何の音？これポピピピ何？これね。あ、ほんとだ。書いてある。写真撮るしかないか。これはキャットスキーか。シャークスキー、ここにもあったよな。あった。チキンスキー、こん中にもなかったっけ。あったあった。クールスキー、ここにもあったね。ラビットスキー、数多いな。あと下にもあったよな。風呂場なかったっけ。あった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 。フィッシュスキー、てかあのうわーって出てくる人はあれ、その家政婦さんなのかな。なんだなんだ、ここにもあるわ。クラウンスキーだ。全部で何個なんだろうな。まあでもだいぶもう取ってるはずだけど、これであとこれぐらいかな。テディスキー、何から始まりみたいなやつ、一回写真で撮らないと分かんないな。うわぁ！何なんだあいつ。くそ。ちくしょう。これか。一回これで。うわぁ！なんだこいつ。一旦ちょっと、一旦ワンちゃんのいるところで考えよう。なんだ、ちょっとよくわかんねえな。どういうことだ。最初にチキンスキー、次にカウスキー。カウスキーなんていたか。やべ、カウスキー探しに行かなきゃ。あったあった、これだわ。ログインは普通にあれか、チキンスキー、カウスキー、ラビットスキー、シャークスキー、キャットスキーみたいな感じで、その数字入れていけばいいのかな。対応する開幕からそんなやばいの持ってこないよな、さすがに。両方とも数字のことあんのこれ。チキン263のなんだ、07415か。うわー、来たー。ちょっと翻訳ちょっとむずかったな。ベラ、誰だこいつ。オウアな時間って何。なんかエッチなこと。え、コルトンのふりしてるわ。そうなのよ。今そうなんですよ。スーザンがLook, it's just not a good night, and I need to take it easy. Can we catch up some other time? Sure, but you're not fooling me. Why are you being so distant? We had plans, and now you're backing out. Bill, it's not the right time. ちょっとね、今日はやばいから。I need to go. Catch up later. ちょっとやばいんだよ。あ、これもしかして、え、浮気相手じゃない？そういうこと？闇深すぎんだろ、もう。うわ、
ナイトビジョンボタンでナイトビジョン、ナイトビジョンボタンどれや。なるほど。うん。え？なんかワンちゃんが洗濯物のとこで吠えてる。俺じゃん。いや、見なかったことでしょ。洗濯物のところか。検索か。まだいいか。あの家政婦さんは一体何なんだ。ここか。どうした、どうした。まだ、お前なんだこれ。コンピューターのインターネットブラウザを使って見つけたテキストを手がかりに検索することだけ。なんて書いてあんのこれ。全部クローラーって書いてあるのかな。クラウラー。あ、これだ。スーザン・クローラーさんを忍ぶ。スーザン・クローラーさんを忍ぶ。俺何回忍んでんだよ。なっけ。ペンシルバニア州グリーンフィールド、小さな町、住民ショックと悲しみのとしている悲劇に見舞われた。80歳スーザン・クローラーさんが裏庭の木で首を吊って自ら命を絶った。あれ、スーザンって失踪したんじゃないの？彼女の警報は瞬く間に町中に広まり、多くの人々が地域の大切な一員であった彼女の死を受け入れられずにいた。彼女は地元の高齢者センターでボランティアをしており、毛布やマフラーを必要としている人たちのために数えきれないほどの時間を費やした。ミス・クローラーは人生の大半をうつ病と不安神経症と戦ってきた。そうだったんだ。治療を受けてきたが、治療や投薬を受けても自分自身の中に平穏を見出すことはできなかったようだ。どういうことなんだろうな。なんか変な音すんな、ここら辺から。なんか、うわ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 、え、なんか食ってる音する。やばすぎる。くそ、行くしかねえか。なんだ、何食ってんだ、おい。なんだこれ。え？え？なんだこれ。なんなんだその動きは。始まっちゃったのねん。またかよ。なんだよ。何？はいはい、ベラ。Colton, it's me again. Listen, just stay quiet for a sec, okay? I need to tell you something. So, I did some digging online, and guess what? 何？ Mrs. Suzanne died some time ago. 3年前？なんか1週間とか言ってなかったっけ？Why did you hear about it right when it happened? Why did you see her this whole fucking time?最近まで見えてたんだもんね。やばすぎるだろ。もうすでに死んでたのが見えてたってこと？そりゃこうなるわ。ちょっと待って。まあまあ、なかなかやってくれんね。うっぽつ出ちゃったよ、俺も。寝室かな？どうした、ワンちゃん。うわ、またか。これね。あの仕掛けの中で毎晩毎晩、眠りにつく前に私たちは視線を合わせて、大切なテレビシリーズを見ていた。君と僕とバチャカだけ。バチャカってワンちゃんだよな。どういうこと？テレビ見ろってことか？畑信一。
真のピースを集める。写真だったのか今のやつ。あれ、ブラジャー、違う、またブラジャー見ちゃった。他にも写真があるってことか。一度監視カメラ見るか。私たちが共有する衣服の日々の汚れを落とすのを手伝うべきだった。時間を巻き戻せたら。深いこと言ってるわ。洗濯機、待て、衣服、ここか、これだこれだ、なんだ。写真がちょいちょい出てきてる。あ、ここに集まってってるわ。ちょっとやめろやめろ。近い、こうか。すごい近く来てない？後ろにいるかもしれねえ。ワンちゃんが、うわ、やっば、いや、いる、うわ、声終わってるよ。ワンちゃん助けて、ワンちゃん助けて。うざすぎる。はい、そこで私はあまりにも長い間労働力を使って芸術を作り、その過程で私たちを破壊していった。さっきの絵か。うわ、マジかよ。どういうことこれ。なんでキルされたの俺今。あった。うわ、怖っ。ここね。あと1枚か。近づきすぎたらダメなのかな、あいつ。出会わないようにしなきゃまずいか。あいつどこにいる今。わかんねえ、どっか行った。ワンちゃん、ワンちゃん、ここか、そこか。どうした、なんでか。私が本当に存在しなかったその場所で、私たちは数えきれないほどの料理の思い出を築くことができたのに。これあれか、スーザンのメッセージっぽいな。どこにいんだあいつ。電気つける、電気つかないじゃん。
これで全部か。この刑事さんは誰なんだ？まだ足りない。やっぱ一回か。あなたの完璧な美しさを育んだその領域で、香りの良い万能薬であなたの肌をに優しく油を注ぎ、あなた自身の潤いのある手で、なんだよそれ、風呂か。こうしたら、OK。こいつ。油を育んだってなんだよ。あったあった、合ってたわ。これ写真見せたら一回リセットっぽいな。まだ足りない。これここか。警察の人っぽいよね。なんかこの部屋？はいはいはい。すべてが終わったその場所で、私は絶え間なくさまよい、愛するあなたを求める。ここでさまよってるってこと？すべてが終わった。なんだこれ。べったりだ。ここが全てが終わった場所。え、開かないじゃん。どういうこと？はまってない、あいつ。トリプルブラー。絶対浮気してるじゃん、あいつ。最低。こんなこと言ってる場合じゃないか。出れなくなってるやん、こいつ。うえ。あれ、やっべ、やっぱ挑発者いなくなったんだけど。あ、開いてる。あいつがハマってたせいってこと？もしかして、それで開かなかったのかも。んだよ。俺のせいじゃないじゃん。これが最後だ、さすがに。ホルタム。いや、王か。これ、U じゃなくて。ホルトンか、ホルトン。来た。ペンシルバニアタイムズ紙。英雄保安官の勇気、ペンシルバニア州で大胆な救出劇から40年。
絵のように美しい風景となだらかな丘陵地帯に囲まれたペンシルバニア州グリーンフィールドの小さな町には地域社会の希望とインスピレーションの光となった並外れた勇敢さの物語が存在する。この物語はロバート・ホルトン保安官を中心に展開する。あ、家族を火事から救出したんだホルトン保安官は。それがなんでこんなバラバラ写真みたいな、どういうこと。楽しそうだな。いった。これ食らった判定なんか。背中いった。なんか誰か来てない。はいはいはい、誰誰誰誰誰。同じ間に。どうしたもこうしたもないよ。ワイヤード刑事です。調査中です。刑事です。はい。こんな騒ぎ起こすの。いや、そん騒ぎ起こしてないですけどね。保安官ってこれさっきのホルトンってやつじゃない。スーザンって前住んでたんだこの家に。Sheriff, sometimes these cases have a way of lingering. The new residents are concerned, and they just want some closure. Closure, huh? Well, I reckon that's understandable. But what's with all the noise? 想像しくしてないですけどね。Yes, I'm afraid my investigation can get. まあ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 、あの霊が。Just trying to leave no stone unturned. 霊がちょっと騒いでるんです。I suppose I.こんな嵐の時によく出てきたの、お前外に。いや、そんな大騒ぎしてないっすよ。ダバーってやってますよ、俺。やっぱこいつホルトンだ。なんかこいつ、見に来てんな、何してんのか。騒いでんのはてめえだろ。ヒゲ抜くぞ、こら。食らっちゃダメなんだろうな、あの。メイドさんが徘徊してるとき、あれ見れない。ユーズ集めるんだ。全部で何個あるんだ。沈黙ってやる。突撃家政婦。あ、一部屋に2個あることあんのこれ。うわ、3個。それはやばい。全部集めたんじゃないか、こんな。今のうちに一発食らった間に。よし、またあるわ。何個あんだよこれ。ありすぎだろ。何の音だ。すっごい火花。うわ、めっちゃある。こういうやつね。うわ、なんだこれ、すっごい。全然足りないか。あと、1、2、3、4、5、6、7、8。マジかよ。なんだよ、この音。8個もないよ。あったあったあった。
上にまだあんのこれ。しかし、まだ足りないよな。赤ちゃんの部屋、ここじゃねえか。やっぱり。まだあるべ、まだあるべ。やっぱり。もうちょいか、まだ足りねえよな。あと2個ぐらいか。左。あと1個じゃん。っていうか、黒か、あと。まあ2階だよな、絶対。嫌だなぁ。あいつがいる方。マジかよ。防ぎようあんのかな、これ。だいぶ食らっちゃってるけど、探し切るしかない。なんで、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 なんでそんなことするの？いや、ない。ねえよ、どこだよ。あった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 。よし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 。これで。これで。はい。まだうろちょろしてんのか、あいつ。え、してる？してんの？ん？いや、足音なくなったな。いや、パソコンも起動したか。あれ？起動してない。え？今度こそ誰も逃がさない。え？どういうこと、どういうこと、どういうこと。制圧者を排除しなければ発掘者するでしょ。マジ？ここでシューティング。まさかの、こいつを。まだ生きてんの？あ、黙れ、カス。どこ行ったやつ？下か。いった、いった、何？やべ、あいつ。エイムいいな。やべ、やべ、やべ。まず。くそ、やられてたまるかよ。お、やべ、やべ。こっち来い、こっち来い。こっち来いよ。おい、こっち来いよ。右回りか？やべ、え、どこ行ったあいつ。そこ？おい、ずるいぞお前。芋ってんのか？おい、せこいぞお前。こいつがやってんだ、なんか。いや、こいつちょっとずるいって。やっぱ効かねえ、ここちょい焼けして。なんで、
貫通してない。え、それ無理でしょ、それ。お前ズルすんなよ。え、何これ、ちょっとおい、ズルすぎ、ズルすぎる。まず一発撃たして、これね、これ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 、はいはい、無理、撃ってこいよ、ほらほら、はい、残念。なんでこんなエイペックスみたいなことしなきゃいけないの。はい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 、硬すぎだろこいつ。何食ったらそんな硬くなんだお前。はいはいはい、やばい、あっやばいやばいやばい、あっ痛い痛い、ちょっと勝ったこいつ。やばい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 、くそ、あぶね、よし、うわちょっとマジ怖い、あぶね、よし、You reckon I wouldn't figure it out?オーラオーラ、バカがよ、お前、てめ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 、え、なに、え、はい、すいません、はいはい、すいません、はい、あ、うるさかったですか、お前だぞ、お前、お前うるせえってよ、え、どうしたらいいんだよ、見て、あ、なんか開いてる、ここに穴、あ、すいません、すいません、すいません、そう、ここに、あ、ここに、え、え、え、静かにしてるぞ、静かにしてるぞ、え、ワイヤとケージはスーザン城とその夫の悲劇的な死の裏に隠された黒い真実を解き明かした。犯人は地域社会で権威と尊敬を集める保安官ロバート・ホルトンに他ならなかった。スーザン城が自分ではなく別の男を選んだことで嫉妬に駆られた彼は凶悪な復讐に走ったのだ。あ、そうだったんだ。あの火事の中助けたっていう記事自体がなんか嘘っぱちだったってことか。ホルトン保安官は地元ニュースを巧みに操り、英雄のように見せかけ自ら不吉な行いを隠蔽した。彼はスーザン一家が夕食をとってる間にスーザン宅を包囲した火災を画策し、彼らの命を無慈悲に絶った。しかしそれだけでは不十分だった。彼は自分の痕跡を消すために英雄主義という偽りの物語をでっち上げたんだ。火を起こしたのこいつなんだ、クソゴミ野郎じゃん。スーザンさんは捏造された報道が示唆するように自ら命を絶ったのではなく、検視官が彼女の遺体を調べたところ妊娠していたことが判明した。ホルトン保安官の堕落ぶりはとどまるところを知らない。こいつマジで終わってんな。しかしそのような闇の中でワイヤット刑事は真実と正義の光として現れた。揺るぎない決意で証拠をつなぎ合わせ、ホルトン保安官の卑劣な行為の正体を暴き裁判にかける。これグッドエンドってことでいいのかな。はい、そんなわけでスーパーナチュラル無事クリアすることができました。あの刑事と打ち合いになるとは、なんかいろんな闇があった感じありますね。最後はなんかね、エーペックスみたいな立ち回りになってましたけれども、汚職刑事、絶対に許さない。ありがとうございました。